WSIS、バレリーナのユンヘジン、40、が夫で俳優オムテウン、46、の売春事件から4年を経て心境を告白した、写真。オムテウン、結婚式の写真公開。ユンヘジンは23日、写真共有ソーシャルネットワーキングサービス、SNS、インスタグラム、のライブ放送で、あの時は怒りを抑えきれなかった、と言いながらも、夫、娘のジオンと3人でずっと、インドネシアの、バリにいた。好むと好まざるに関わらず、3人でいた。横で見ていると、夫は10分自粛していたように思った。だから妻が許すのだ。妻が許したら済むことだから、他人のことについて話さないでほしい、と言った。そして、これからどのように生きていくべきか考えた。私は今や課長になったんだな。どうすれば、これまでの生活を維持していけるだろうか、といろいろ悩んだ。夫が再び俳優をすればいいということではない。できればいいけれども、ダメならどうしようもない。自分が犯したことに対しては罰を受けるべきだと思う、と涙を見せた。